まあ単純にね、216本打ったシーズンだよと言ってしまえばそれまでなんですけども、その陰にはこういう、これだけのね、秋山選手の苦労もあったという。カープラボ KT です。今回の動画はいということで、まあ、実物ねここにもあるんですけども、秋山選手が2019年に書いた本について、まあ、ようやくといいますかね、感想を喋っていきたいなというふうに思っております。まあ、あの2019年に書いた本なんですけども、あのちょうどメジャーには、ね、渡る前の年の本ですかね。はい、なんですけど、まあ、2022年去年ですね、秋山選手広島カープに来てくれたということで、まあ、実際ね皆さん秋山選手についてどれぐらい分かってるかなというふうに考えたところ、まあ、ヒットをねたくさん打つ人、そしてホームランも打てる人、守備も上手い人、盗塁もできる人というのはねご存知だとは思うんですけども、もうちょっとね細かいところを知っていただきたいなということで、まあ、この本をね、読みながら皆さんとね一緒に秋山選手についておさらいしていこうというふうに思います。まずはじめ秋山選手のね、簡単なプロフィールから、復習していきたいと思います。1988年4月16日生まれの、神奈川県横須賀市の出身と、なっておりまして、右投げ左打ち、これは皆さんご存知ですね。身長184センチ体重85キロということで、ここはまあ2019年のデータなんでね、今ちょっと変わってるかもしれないです。で、横浜創学館高校から八戸大学を経て、西武ライオンズに2011年に、入団という形になっております。その後ですね、19年に、海を渡りまして、22年の、去年ですね、広島カープに入団という形になっております。そしてですね、まあ、この本なんですけども、まあ、こんだけね、分厚いんで、ちょっとね、まとめて喋ることがね、自分力ないんで、本要約チャンネルさんとかはね、10分ぐらいでこういうね、これぐらいのビジネス書などを喋っているんですけども、まあ、見ていきますとね、どれが重要かなと見ていっても、まあ、全部重要に見えてしまいますんで、重要だと思ったこと全部喋っていきたいというふうに思います。そしてこの本はですね、1章から8章までね、分かれていますんで、まあ、その章ごとにね、動画区切っていきたいなというふうに思いますので、今日はね、第1章から、スタートしていきたいというふうに思います。はい、こちらのチャンネル、広島カープを研究して応援するチャンネルとなっておりますんで、カープファンの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。まだね、カープファンじゃないよという方もですね、このチャンネル、この動画を見て、ちょっとでもカープのことがね、気になってきたなというふうになりましたら、ぜひチャンネル登録と、いいねボタンを押していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、というわけで、今日はですね、第1章、見ていきたいというふうに思います。まず第1章のところはですね、野球人生のターニングポイントということで書かれております。それはですね、2015年入団5年目の、シーズンというふうになっております。で、シーズン1年目、2年目から、徐々にですね、出場試合数を増やしていきまして、3年目には、全試合出場を果たしたという形になっております。しかしですね、4年目になりまして、ちょっと天気が訪れまして、悪い方の天気が訪れまして、GM が交代しました。で、そこはですね、渡辺久信さんから井原さんに変わったというところで、まあ、井原さんがですね、秋山はまだレギュラーじゃない、使うんだったら7番ぐらいかなというような発言をおそらくマスコミに向けてだと思うんですけども、されまして、そこからですね、焦りや戸惑いから不調に陥ったというふうになっております。さらにですね、若手が伸びてきているというのも肌で感じていまして、さらに、ね、拍車をかけて、調子を落としていったということで、4年目のシーズンは非常にね、調子の悪いものとなってしまったということですね。で、さらにその14年、4年目のシーズンはシーズン終了後に、調子の悪かった右肘の手術をして、まあ、調子が悪かった分秋のキャンプでね、しっかり追い込んで、技術をつけていこうとしていたんですけども、秋季キャンプに参加することができなかったということで、もうさらにね、ここからどうなっていくんだろうというようなね、パニック状態に陥ったということになっております。そんな中ですね、さらに今度はいい方の天気が訪れまして、たまたまテレビをつけていましたら NHK の BS でやっていました球児園という番組を見たということで、そこでですね、その番組のその日のテーマが流し打ちということで、ここでね、一つの天気が訪れたというふうになっております。で、そこでですね、篠塚さん、かつてのジャイアンツに在籍していました、天才バッターですね、篠塚さんが、行っていましたグリップの握り方ですね、それまでは秋山選手はね、この、手のね、真ん中でしっかりギュッと握る、パームグリップという握り方をしていたんですけども、篠塚さんが採用していました、フィンガーグリップというね、指にまずバットを置いて、そこから握っていくという形で、握り方を変えたというふうになっております。で、まあ、パームグリップの方はね、結構、ホームランを打つパワーヒットの方が多いですね。自分もこう、クソ握りでね、パームグリップで、力任せで振っていったんですけども、秋山選手も、最初はね、そこで打っていたんですけども、まあ、この番組をきっかけに、まあ、器用にね、バットコントロールできる、このフィンガーグリップに変えたというふうになっておりまして、まあ、プロ野球選手がね、このシーズン、4年目、5年目でね、変えるというのは非常に勇気がいることだと思うんですけども、まあ、このタイミングで、バットの握り方を変えたというふうになっております。で、さらにですね、まあ、右肘でね、手術入っておりますんで、結構ね、手術のスタートは響くということで、そういうのも考えて、
考えまして、この逆方向に徹したアベレージヒッターになろうというふうに、気持ちの面でも変わったというふうに書かれております。まあ、当時はですね、おなじみ名字でもあります、秋山浩二さんへの憧れもありまして、トリプルスリーを目指していたということもあるんですけども、なので、ホームランも打たない。いけない、盗塁もしなきゃいけない、アベレージも残さなきゃいけないというバッターになりたいというふうに思っていたそうなんですけども、まあこれをきっかけにですね、肘の状態もありますんで、アベレージヒッターに徹しようというふうに変わったそうです。まあその中でですね、当時ライオンズでチームメイトだった栗山さんの存在も大きかったということで、栗山さんはですね、フリーバッティング等で、三塁側のね、ファールゾーンに強い打球を打つ練習をしていたということで、まあそこをね、見習って、まあさらにね、先ほどの球児園という番組もありまして、アベレージヒッターに徹しようというふうになったというふうになっております。で、さらにですね、まあ当時のライオンズ打線の中で自分の役割って何だろうと考えた時に、まあ片岡さんがいる、栗山さんがいる、中地がいる、おかわり君がいるという中で自分がね、輝くためには、アベレージヒッターに徹する方がチームにとってもプラスになるんじゃないかという考えで、アベレージヒッターに変わったというふうに書いておりますね。はい、さらにですね、まあバットの軌道ですね。まあ昔僕も小学校の頃から野球やってるんですけども、まあ上から下にね、叩いてボールを潰せみたいな感じで教えられるんですけども、まあ逆を行くということで、下から上、まあ下から上といってもね、まあ、こんな形じゃないんですけども、まあボールがね、絶対重力で下がってきますんで、その軌道に対して、バットをね、水平に出していこうということで、下から上のね、バットの軌道をやろうということで、考えていったそうです。で、今で行きますと、結構ね、そういう吉田正尚選手にしてもね、柳田選手にしてもね、こう勝ち上げるような選手出てくるんですけども、まあその一つのきっかけとなったのが、メジャーリーグ MLB で2017年からね、流行り出しました フライボール革命というのがきっかけになっているようで、日本では2018年からね、ちょっと流行ってきたんですけども、まあそこで行きますと、この秋山選手、2014年から15年にかけたところでね、そのスイングを結構自分で作り上げたということなので、一つ流行りをね、3年早く取り入れたという形になっておりますね。で、さらにはですね、後輩であります森友哉選手のね、この左の手の使い方ですね、非常に楽にクリンクリンと回しているような姿を見て、これを参考にして、自分の思い描いているスイングをしようということでね、まあプライドをね、ちゃんと捨ててと言いますかね、しっかり謙虚になって後輩の、打ち方なども参考にして、今の打ち方を身につけたということになっております。そして、このね、一つのターニングポイントとなった2015年はですね、一つの強い信念を抱いて、シーズンに臨んだようで、それはですね、甘い球をとにかく打つということで、徹したということですね。まあそれはたとえ初球からでも、甘い球が来たら絶対に打ってやろうということで、臨んだそうなんですけども、まあこれをやることによってですね、もし凡打になった時は2番の栗山さんに対してね、ものすごい負担がかかるということなんですけども、そこはですね、栗山さんとの信頼関係があって、まあ栗山さんに甘える形となって、実現したというふうに書かれております。はい。で、メンタルの変化はですね、まあ、シーン以外はね、今までは NG 詰まっていたりね、先っぽで当てられたりしていたら、バッティングとしてはダメだというふうに考えていたんですけども、まあ、当たり損ないでもヒットになれば OK ということで、まあ、打球がね、どういうふうに、飛んでいくというよりも、しっかり自分の形で打つことを、優先しようということで、メンタルにね、そこで、心に遊びができたということで余裕が生まれたそうです。さらに、14年のシーズンオフ11月にですね、長男が誕生したということもありまして、心に余裕ができて、好影響が生まれまして、15年の活躍があったというふうに書かれておりますね。で、その15年、開幕から、もう絶好調で、ありまして、まあ、そこの裏ではですね、田辺監督ですね、当時から、シーズン前にもう1番で行くぞというふうに宣言してもらったということで、メンタルが安定して、さらにそうやって言っていただいた監督に対してね、恩返ししようという形で、活躍が始まったというふうに書かれております。で、さらに5月6月はですね、月間が40本というペースで、もうこれはね、完全にシーズン記録ペースということだったんですけども、まあまあ5月6月の時点では特に気にせずに、シーズンをね、戦っていたというふうになっておりまして、連続試合安打も、31というところまでね、伸ばしていったようで、まあ、33試合が、プロ野球記録になっておりまして、我らがカープの高橋義彦さんが持つ33試合というのがあったんですけども、まあ、当時ね、ライオンズで超えられていたらちょっと悔しかったんですけどね、ぜひ来年ね、カープのユニフォームを着て、この義彦さんの記録を抜かすということになりましたらね、皆さんで、ね、祝福したいというふうに思いますんで、ぜひ来年は34試合連続安打目指して、頑張ってほしいなというふうに思います。はい、そ
そこからですね、まあヒットを重ねていきまして、9月13日131試合目の時点で、200安打そして201安打を達成したということでね、素晴らしい記録になっております。さらにそこからマートンさんが持つプロ野球記録、214安打ですねを超えるためには1試合1本以上のペースが必要ということになってね、ちょっとプレッシャーがかかる、ペースではあるんですけども、まあ、当時のライオンズクライマックス進出に向けた争いをしていたんで、特にね、この自分のヒットに関してはね、気にせず、いい意味で気にせずにね、プレーすることができたというふうになっておりますが、残り2試合を残してね、今度6本、打てなきゃいけないということになりまして、なので209本ですね、積み上げたヒットが。はい、なので、まあ2試合連続ね、3本というのは厳しいかなというふうに考えていたんですけども、まさかの、最終戦のその前ですね、残り2試合残して、9月30日、なんと5本のヒットを放って、王手をかけるという形になりまして、で、最終戦10月1日に、2本のヒットを放って、最終的には216本という形でシーズンを締めるというふうでね、プロ野球記録を達成するということで、もうここでね、秋山選手が一気にもう全国区の選手になったという出来事でございました。素晴らしいですね。はい、という形で、2015年、まあ単純にね、216本打ったシーズンだよと言ってしまえばそれまでなんですけども、その陰にはこれだけのね、秋山選手の苦労もあったということを知っていただけたら、いいかなというふうに思います。はい、というわけで本日はですね、この技術と心という本の、第1章ですね、野球人生のターニングポイントを、ちょっとね、要約と言いますか、解説と言いますか、感想を喋ってみました。いかがだったでしょうか。次回ですね、またちょっといつになるか分かんないんですけども、第2章ですね、今度15年シーズン以上を目指したというタイトルで、まとめてみたいというふうに思いますので、また、こちらのチャンネルを登録していただいて待っていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、というわけで今日はですね、秋山選手の2016安打を祝してやっちゃろうや。ありがとうございます。失礼します。